はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回からブラックオプス3製品版マルチプレイやっていきたいと思います。ちょっと動画にするのが遅れたんですが、それなりにまあプレイはしてました。でスペシャリスト、製品版で追加されたスペシャリスト、ファイアブレイク、これが最後のスペシャリストのピュリファイア使っていこう。持続的に炎を放出して近距離にいる敵を燃やす。という恐ろしい武器を使える。汚物を消毒することができる。で武器は、マン・オー・ウォーかな?じゃないや、こっち使おう。ファローに、クイック、ロングバレル、ストック。SMG だね。4点バーストの SMG。これはかなり強いから、これを使っていこう。ティームデスマッチ。よし、行ってみよう。なんだろうな。ブラックオプス3になってから、かなり、上手い人が増えたような。気のせいかな。頑張っていこう。CDP。あ、トマホーク装備してるんだ。まだもう速攻ダッシュして、こう入って、そい、倒せなかった。あ、味方全員やられた。よし、左から行ってみようね。今サプレッサーなんだっけな、これブラストサプレッサーかな、そんな名前だったっけ。ジャンプ音を抑制することができる。いない。いたぞ今。フレンリー HCX。よし。中にいるのか。よし。こっち入って。いない。UAV インバウンド。UAV がやってきた。よし。EKIA。まだ来るだろうな。お、見てた。よし。うん、倒せない。もう一丁行ってみよう。さあ、いた。よし。She's gone。敵が。味方が周辺にいないってことは、よし、一人かな。よし、倒し出していってみよう。よし、ショットガン怖い。ショットガン怖いよ。よし、わあ、まだ来た。 UAV のさあ、ピュリファイヤーをスタンバイ。待って、味方がやられてる。よし、さあどっかね、開けてるところにピュリファイヤー、ピュリファイヤーはピュリファイヤーは適していないから、中に行こうか。ファイヤー、はい、オッケー。ファイヤー、どーっ、うん。二人燃やした。ホスタイル UAV スポーティッド。まあこんな感じのことができる。ちょっとでもね、燃やすことができればもうね、燃え盛るしかないのでね、とりあえず敵に当てることをまずは目指す。吸引、いない。ゴー、ダメだ。さあ、いい勝負だ。さあ、こっち行ってみようかな。横から行ってみよう。なかなかこのジャンプ音抑制のパークをつけてないと、ジャンプはちょっとあんまり頻繁に行わない方がいい。よし、さあ、裏じゃないか、これ。そんなに裏でもない。敵がいない。ん?敵がいた。下手くそ。ちょっと今のは下手くそすぎる。あ、1点負けてる。ケルベロス?敵上行ったな。おっと、もう1人いた。ショットガンか。アーガスっていうのかな、今のは。
なんだろう、モダンオフェア2っていうモデルとちょっと似てるショットガン。敵のグレポンが暴れてる。さあ一人中にいる。下か。よしよし。さあ全員向こうから湧いてきてるな。いない。登れない。Be advised. Hostile care package overhead. いないいない。これ救援物資の音だこれ。おっとん、なんだろう今これ。ヘリガンナーみたいなやつかな。いない。さあまだ同点か。お、今のか。避けていこう。いない。味方がやられてる。よし、ピューリファイヤー、ファイヤー。よし、悪い子いないか、悪い子いないか。あー、やられた、やられたけど燃やしたから OK。 攻撃地上型ドローンみたいなやつか。いない。こっちからリスポーンか。おお、お二人様。よし、トマホーク刺さってそうだったけど刺さってなかった。トマホーク回収。はい、当たってない。ああ、やられた。さあ、あと4点、3点。あんまりこの隣横には来ないんだよね、敵が。ね、違う。ああ、倒せなかった。よし、勝った。というわけで、ブラックオプス3はこんな感じで、まあ他にもドミネーションとか、まあいつものおなじみのモードもあるので、その辺もやっていきたいと思います。そろそろプレステージも迎えるので。じゃあ製品版の第1回目はこんな感じで。はい、ご視聴ありがとうございました。